メイキャルの和也です。今回は洗浄車業界を紹介していきます。洗浄車は身近な服などの衣料だけではなく、インテリアや自動車などに使われる産業資材、衛生用品、さらに上流の繊維まで幅広い領域を扱っていて面白いです。まずは業界の全体像から見ていきましょう。まずは2019年の開示されている決算報告ベースの売上を比較してみると、東レのメーカー商社東レインターナショナルが5993億円でトップ。同じく東レコ会社の調理が3294億円、帝人の繊維製品事業の中核会社の帝人フロンティアが2122億円、独立系で綿花の国内取引量ナンバーワンの豊島が2122億円でほぼ横並びで3位タイになっています。繊維というとアパレルとか服のイメージが強いと思いますが、例えば上場している調理を見てみると、繊維事業自体が 34.8% になっていて、アパレルの比率はかなり低くなってるんですね。先ほども紹介したように、医療だけでなくインテリアや自動車や飛行機などに使われる産業資材、衛生用品や医療などの最終製品から、その上流に位置する織物や不織布といった中間製品、さらにその上流の繊維があるんですが、特に日本の繊維産業はこの一番上流にある繊維の性能を高める技術で世界をリードして、たくさんの産業に貢献しているということを押さえておきましょう。例えばポリエステルやナイロンといった繊維に吸汗速乾や抗菌防臭機能を付与した高機能繊維や、強度が強い炭素繊維、燃えづらくて強度が強く軽量のスーパー繊維、ハイテク繊維と言われるアラミド繊維など、高性能の繊維に強みがあるというわけなんですね。もちろん自社のブランドやアパレルの生地がトップシェアという商社もあって、同じ繊維商社とはいってもそれぞれの商社によって強みとする領域が違うので、必ずチェックしておきましょう。それではここで改めて簡単に専門商社と総合商社の違いを見ていきます。違いを説明するといっても、総合商社の伊藤忠商事や丸紅、双日といった会社はもともと繊維問屋から始まっていて、繊維との関わりは深いんですね。商社の業務は大きく2つに分かれていて、物を仕入れて販売する貿易を行うトレーディングと、資金や人材、ノウハウなどを提供して長期的に事業を育成して利益を出す事業投資の2つがあります。総合商社はこの事業投資がメインの収益源になっていて、逆に専門商社は特定の分野におけるトレーディングがメインなんですね。よりその分野に精通したプロフェッショナルや商人に近いイメージと考えると分かりやすいかもしれません。また総合商社は幅広い領域がある反面、就職するとどの配属先になるか分からない配属リスクがありますが、専門商社の場合は少なくともそのリスクは少ないというメリットがあります。逆に専門商社は特定の領域に依存しているとも言えるので、繊維商社であれば繊維業界の影響をもろに受けてしまうというリスクがあるということは押さえておきましょう。それではここから繊維専門商社の業界の動向を見ていきます。ただ日本の繊維業界は1991年に比べて事業所出荷額ともに4分の1にまで減少していて、かなり厳しい状況です。日本のアパレル市場もピークから3分の2程度まで落ちて10兆円台で推移しています。これは今に始まったことではなくて30年近いトレンドなんですね。そんな国内の大きな下落トレンドの中で、繊維商社はすでに繊維事業だけではなく多角化をしていたり、アパレルだけでなく自動車などの産業資材向けを強化したり、ブランドを強化したり、海外事業を拡大したりと先手を打って業績を伸ばしているというのがすごいですよね。そんな現状を踏まえつつ、新型コロナによる影響を見ていきましょう。調理の2020年10月の最新の決算を見ていくと、繊維事業は感染拡大による消費マインドの低迷と店舗の営業自粛の影響を受けて、去年と比較して売上が 15% 程度マイナス影響を受けています。今後については先行き不透明としつつ、状況を見ながら事業構造の改善を実施していくとしています。それではここから国内売上大手4社の東レインターナショナル、調理、帝人フロンティア、豊島を紹介していきます。まず東レインターナショナルは1986年創業で、売上 2.2 兆円を超える繊維1位の東レの連結子会社で、5993億円で繊維商社トップの企業です。東レインターナショナルは東レグループのメーカー商社として、日本を含む23カ国地域の販売拠点を生かして、医療素材、繊維素材からフィルムや水処理など幅広く事業を行っています。調べたところ、新卒採用を行っていないなど非上場なので情報がかなり少ないんですが、1986年から右肩上がりで売上を伸ばし続けています。長期経営ビジョンとしてサプライチェーンイノベーターを掲げていて、東レグループのリソースをフル活用しつつ、東レグループにとらわれない新たな事業を創出していくとしています。大阪に本店を構える調理は従業員数1014人、連結売上高は2009年の1911億円から右肩上がりで伸ばし続けて3294億円まで伸ばしてきています。ちなみに調理は繊維1位の東レの連結子会社です。売上の内訳を見てみると、繊維事業が 34.8%、 化学事業が 45.7%、 機械事業が 19.5% になっていますが、利益の内訳を見てみると、繊維事業が 52% 近くを占めているので、未だに稼ぎ頭になっていることが分かりますよね。それぞれ繊維事業は原料からアパレルなどの最終製品までトータルに事業展開をしていて、化学品事業は基礎化学品から医薬品、電化製品に使われるコンデンサ用原材料、化粧品原料まで幅広く扱っています。機械事業は
長年培ってきたネットワークを生かして中南米向けに四輪車や二輪車などの車両や産業用機械は取り扱い、生産販売を行っています。事業領域がかなり広いことが調理の特徴になっていますよね。また国内4拠点に対して海外拠点が35拠点あり、売上の7割以上が海外との貿易取引になっているんですね。今後は高機能高専門性を基盤としてグローバルに進化変化し続ける企業集団という基本方針を軸に、売上高3500億円まで成長させていくとしています。大阪に本社を構えるステージンフロンティアは従業員数876人、売上高は3063億円で繊維業界2位の定時の 100% 子会社です。定時の繊維製品事業の中核会社である定時フロンティアは、業界で唯一メーカーと商社の機能を併せ持つハイブリッドカンパニーで、これこそが強みになっています。具体的には市場のニーズの分析や解析から、素材の研究開発から生産加工販売まで一貫して行い、医療産業資材の2つの分野でグローバルに展開しています。定時グループにおいて繊維製品事業が 36% を占める大きな事業で、そのうち定時フロンティアが7割の売り上げを占めていて、グループを支える中核企業であることが分かりますよね。今後は特に新興国を中心とした自動車市場の拡大、環境インフラヘルスケアなどの新しい成長領域での事業拡大など、新事業の取り組みを強化していくとしています。豊島は売上高2122億円を誇り、名古屋に本社を置く独立系の繊維の専門商社です。主に服の原料になる綿花羊毛などの素材を販売する素材事業、製品になった服の販売をする製品事業、マンションなどの企画から施工メンテナンスまでを行う建設事業を行っています。最近では EC 事業や雑貨なども展開し、かなり多角化しています。素材から製品まで取り扱っていて、かつ独立系で系列に縛られないため、生地の企画開発をするなど事業の幅を広げていて、これが豊島の強みである繊維事業を盤石なものにしているんですね。また創業約180年という長い歴史の中で取り扱い続けてきた綿花に関しては、国内取引量ナンバーワンを誇っています。海外に11以上の拠点を展開していて、海外事業にも注力しています。それでは最後に採用情報を見ていきましょう。年収を見てみると、平均年収が高い業界であることが分かりますね。採用人数に関しては少なめです。各社の求める人材は、調理は困難を突破する前向きな精神と柔らかい感性、グローバルな視点を持つ人、定時フロンティアは自らを高め信頼構築に尽力できる意欲的に新証券創造を目指せるグローバルに活躍できる人、豊島は好奇心行動力可愛い安定感意図を汲み取る力のある人、逃げない人です。皆さん、繊維商社業界について分かりましたか？メイキャディではこれからも就活生のためになるような企業研究、業界研究、 OB 訪問、企業見学などの動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。